はい、えー、皆さんこんばんは、中田博の楽しい資産形成塾、パート2、えー、今週今月もですね時間がまいりました。よろしくお願いいたします。えー、本日も私一人で長々とお話をさせていただくことになりますけれども、えー、今日はですね、もう今年最後の番組になりました。えー、まあいろいろ今までゲストもお招きしたり、ですねいろんな形で、パート1の水曜日の放映と、まあ、今回の土曜日の放映と、 2、えー、つのパターンがあるわけですけども、主にこの土曜日の放送では、ですね、えー、経済の、世界のお金の流れですとか、経済の動きについて解説を加えながら、えー、時にはゲストをお呼びしてという形でやってまいりました。で今年はあのー、今回が最後でございますが、実はですね、今週、まあ、非常に大きな出来事がありました。 えー、おそらくその、ね、金融史、あるいは経済の教科書にもこれから載るかどうか、ちょっと分かりませんけれども、えー、アメリカの FOMC という、あのまあえー、日本でいうと、ですね日本,日本銀行ですね、中央銀行に相当する、えー、日本銀行の政策決定委員会というのがありますけれども、これのアメリカ版ですね。 世界中が実はこの FOMC というそのものに注目しておりまして、フェデラル・オープン・マーケット・コミッティということで、連邦準備委員会、まあ、日本の,、まああの政策決定機関、金融,機関あの金融政策のです、ねえー、最高決定機関で、FRB、えー・連邦準備委員会の、えー、議長であるバーナンキさんが議長を務めて、 毎月会合が定例会合が開かれておりますでこの会合の中で、当面の金融政策というものに関して、議論が交わされて、いろんな意思決定が行われてくるということなんですけれども、実は今週ね、半ばにこれがございました。それで、えー、実はですね、えー、最近のアメリカから発表されてきたいろんな経済の指標があります。 で世界中が一番注目してますのは、アメリカの雇用統計という数字なんですね。で、なぜこれが注目されているのか、えー、これのちょうどもうちょっと詳しくお話しますけれども、えー、今、その金融政策を決定する FRB にとって、見ている、一番重要視している数字が2つあります。で、1つはこのアメリカの雇用統計、えー、その中でも、えー、ノンファームペイロールといいましてね、 その非農業部門の就業者数、これがどれくらい増えてますか、えーまあ、この伸び方とか増え方、これに非常に注目を払ってます。と同時に、失業率ですね、失業率という数字に非常に注目しておりまして、FRB としてはです、ね、このアメリカの中央銀行としては、まずこの失業率が、えー、具体的に言いますと、6.5%。 という数字を具体的に明言して、ここの水準を安定的にね、下回ってくるまで、金融緩和政策は続けますよという言い方をずっとしてきています。まあ、この辺に関してはいろんなあの、後ほど詳しくねあの、お話してまいりますけれども、もう1つ目の数字が、インフレですね。 インフレという、まあ、これは日本でいうと消費者物価指数というものにあたりますけれども、この数字を非常に注目して見ております。でアメリカは歴史的にだいセン2%から3%ぐらいのインフレ率が適正だろうということで、中央銀行のいわゆる目標とするそのインフレレート、これを2%ですね、中長期的に2%ぐらいのインフレ率であれば、 非常に健全な経済成長ができるだろうということで注目しておりまして、今回の FRB は、この数字が今、現時点では1%ぐらいなんです。で場合によっては、その1%を切るような水準でずっと推移しておりまして、これをです、ね、なんとか2%を超える水準まで持ってきたいというのも、FRB が一応見ている数字になります。 ですから、雇用統計の6.5%、それから、えー、FRB、えー、すいません、えー、CPI といいますかね、消費者物価指数、これが2%上回ってくる、まあ、これをまず注目した上で、いろんな金融判断を、政策判断をしてきますよということでですね、まあ、世界中が非常に注目しているわけですね。で今回あの、今月の頭にですね、11月の雇用統計が出まして、 これはやはりマーケットの予想よりもま強い数字が出ましたで、10月の数字も強かった、11月の数字も強かったということで、結構です、ね、市場はもう少し弱いんじゃないか、あるいはアメリカの景気、雇用という面で見たら、まだまだ時間が回復するまでね、時間がかかるんじゃないかと、まあ、こんなふうに思ってたわけですけれども、それをまあ打ち消すかのようにです、ね、えー、2ヶ月連続で強い数字が出ました。 前回もちょっとお話したと思うんですが、この失業率は今7、7%というところまでね、下がってきています。ですから、目標とする6.5%まで、順調に今、低下してきているということが言えると思います。しかし、この7%って数字をそのまんま喜んで見ているわけではないんですね。次期の FRB の議長にもう決まっております イエレンさんこの方も今現在で副議長ですけれども <laughs>、えー、この方のです、ね、発言の中にもありますし、バーナンキさんご自身もおっしゃってるんですけれども、この6.5%という数字は、あくまでその一つの参考値であると、で具体的には6.5に到達したからといって、すぐ金融政策を変えるわけではない、むしろ6.5%を下回る水準が、えー、安定的に続く。 そういうい改善傾向が確認できるということが非常に大事になってきます。で、実はこの表面的な失業率というのは、えー、確実に改善してるんですけども、一つ問題されてるのはですね、働く意思を失った人ですね、こういう人たちがこの数字から除外されてます。例えば、えー、月間の労働者数が20万人増えましたよと。 これはすごくいいことなんですね。非常に経済にとって強い数字です。ところが、働くことを諦めた人が50万人いたとしましょう。これ結構ですね、えー、大きな数字ですよね。で、おそらくこの間で80万人ぐらいの方が、その働く意思を失ったというふうに言われておりまして、これが分母と分子に当然足されてきます。わかりやすくお話ししましょう。 今雇用あの、失業率が7%という話をしましたね。そうすると、1万人に対して、職を失っている人の状態が700人ということですよね。さて、あの300人の人が、えー、この間です、ね、働く意思を失ったということにしましょう。ところが、先月の時点では、この人たちは働く意思を持ってたということになりますと、えー、分母と分子。 1>, ね、1万プラス300という全体の数字に対して職を失っている状態の人が700プラス300ですから1000人、ね、これを1000を1万300で割ってみてください電卓叩くとすぐ出ますけども9%を超える数字になりますですから昔からのベースであの数字を弾き出していくと 今の6.5%っていう数字よりも高い数字になっててもおかしくないわけです。でこの数字っていうのは、リーマンショックの直後、やっぱり10%を超えてきましたから、その当時の数字から見ると、実はそんな変わってないんじゃないかっていう見方も、片方あったんですね。ところが、細かい数字を見ていきますと、まず、働い、職を得た人の数が、絶対数が確実に伸びてきている。えー、これは20万人というの一つの目安になりますけれども、 今、大体19万人平均のペースで来ていますので、ほぼほぼ合格点になってきた、それから、時間当たりの労働賃金、あるいは労働時間、こういったものも伸びてきています、したがって、雇用の状況は確実に改善しているという見方が、まあ、妥当だというふうに思われるんですけれども、FRB の方もそういった判断を今回してきているのかなと、そうすると、えー、長期にわたって、今、QE3 という、 追加緩和策を行ったわけですねこれをそろそろ、えー、供給するお金の量を緩やかに減らしていきますよということを実は今回の FOMC で正式に決定してアナウンスをいたしました。これを受けてです、ねえー、株価は非常に瞬間売られたんですけどもこの中身の、えーまあ、内容が非常に市場にとっては良かったということで。 まあ,ある意味安心感を与えてくれたということで、市場は非常にいい形で反応しました。株価は、アメリカの株価はですね、なんと史上最高値をね、今、ニューヨークダウンに関してですけども、更新中です。これ、2000年につけた、そのインフレ率を調整した後の価格でもですね、ついに今回、この週末抜けてきました。非常に今、アメリカの株価にとってはいい環境になってきたと。それから為替もですね、 直前まで102円台の半ばで推移していたドル円レートが、発表直後、1回売られたんですけども、最終的には104円の半ばに到達しております、まあ、週末の引け値はね、大体円ぐらいです104円ぐらいですけどね、いう形で大きく為替にも影響を及ぼしました。じゃあ、この FOMC の具体的に今回やったことは何なのかと。 いうことで、えー、世界中が注目しているね、この FOMC の今回発表された議事録を、ちょっとあの日本語でですね前回発表されたステートメント、えー、議事録と今回発表された議事録を対比しながら、何がどう変わったのか、でこれが今後の為替市場だとか株式市場にどういう影響を与えるのか、まあ、こういったお話を今日簡単にしていきたいなというふうに思っております。 で少しあのグラフとかチャートをご用意しておりますので、えー、そちらを見ていただきながらちょっとお話を進めてまいりたいと思います、えー、最初にあの見ていただくチャートこれは日経新聞に、ねえー、掲載されておりましたチャートを抜粋してまいりました、えー、FRB は3度の緩和で景気を下支えしてきましたよということでこのチャートの最初の期間が2007年から8年 2008年ってね、皆さん覚えていらっしゃるように、えー、リーマンショックがありましたよね。で、リーマンショックで世界景気、特にアメリカも含めて、世界景気が非常に大きく打撃を受けた、でその景気を回復させるために、えー、供給、資金供給を増やして、えー、積極的な金融緩和政策を取ってきたわけです。で、最初にやったのが、ワン1ですね、第1回目の緩和。 でこの時に、えー、アメリカの FRB ・米連邦準備理事会といいますけれども、ここの、まあ、日本ではえば日本銀行ですね、ここのバランスシート、資産総額が大体1兆ドルだったわけです。このチャートの最後を見てください、今いくらですか、4兆ドルですよ。5年間でなんと3回の金融緩和を行って、彼らのバランスシートの資産総額は4兆ドル、4倍に膨れ上がったわけですね。 これは一体何を意味するのかと。じゃあ、具体的にこの金融緩和政策って何だったのということなんですけど、金利はもともとね、ほとんど0%に近いところに推移してましたから、えー、これ以上金利は下げられない。で、彼らが取った政策は、資金供給量を、市場に対する資金供給量を積極的に増やしたわけです。具体的にどうやったのか。これはですね、えー、国債、それから MBS といいまして、まあ、証券担保、不動産担保のついた、えーまあ、証券ですね、えー、こういったものを、えー、金融機関や銀行から買い取って、その証券を買って、お金を市場に供給するというやり方をやってきました、ですから、この残高の大半は国債とか MBS といわれる債券です。ね こういったものでどんどんその市場から債券を買い上げて、その対価としてお金を市場に提供してきたということが言えます、ね。このじゃあ4兆ドルってどれくらいの金額なんでしょうかね。なかなかピンとこないですよね。アメリカのじゃあ1年間の GDP って何でしょう。えーまあ、いわゆるその経済の,、ね、その規模の、えー、比較をするときにこの GDP ってよく使いますが、 この大きさでいうと、まあ、日本円でざっくりね、1500兆円ぐらいあるんです。これに対して日本は大体年間で5、600兆円ですから、約3倍ぐらいアメリカの経済規模がまあ大きいと。で、この1500兆円に対しての400兆円ですね、4兆ドルということですから、ざっくりね、い、え、う、ー、規模の資金供給をやってきました。これはかなりの量になりますよね。 でまあ、後ほど申し上げますけど、日本は実はこれをはるかに上回る規模で、実は今、黒田日銀総裁の下で、日本流の異次元金融緩和というのをやってるわけですけど、この話はちょっと置いときまして、そういう規模で大量の資金供給をやってきた、でこの QE3 はですね、やはりなかなか雇用が改善しないと、景気が腰折れしないように、さらなる追加緩和を3回目やってきたわけです。 具体的にどんなことをやってきたかというと、MBS、これを今までは400億円、ね、それから400億ドルですね、それから国債、これを450億ドル、合計で850億ドルの資金を毎月市場に提供してきました、この債券を買い取る形でね。ところが今回発表になった FOMC の議事録では、これを、 それぞれ50億ドルずつ減らして合計で750億ドルの資金供給をいたしますというふうに発表しましたつまり今まで850億ドル毎月提供していた金額を750億ドルに絞ってきたわけですですからいよいよ今まで供給してきた資金の量を少しずつ具体的に減らしていきますよということを アナウンスして、実はこの来年の1月から、これは実施されます。で、おそらく毎月、この経済指標を見ながら、えー、今回減らした100億ドルぐらいのペースで、資金の供給量を少しずつ来年1年間かけて減らしていきますよというふうにアナウンスをしました。で、実はね、今回の FOMC、12月の FOMC で、 えー、こういう決定がなされると思ってた人は、実は少数派だったんです、可能性は急浮上してきたんですけれども、えー、大方の予想では、まあ、早くて1月、まあ、大体3月ぐらいじゃないかというふうに見られてたんですけれども、えー、今回、10月、11月の雇用統計なんかの数字を見てです、ね、これを、えー、交換、まあ、景気が少し回復してきたなということで、 えー、FOMC のメンバーが、えーまあ、多数決を取るわけですけれども、えーまあ、1人の反対票がありましたが、えー、基本的には、えー、この政策が受け入れられまして、来年1月から750億ドルの資金供給になりました。でおそらくですね、毎月100億ドルずつ、資金供給を絞っていくと思います。そうすると、単純計算しますと、850から100ずつ引いていくわけですね。 最低でも9ヶ月ぐらいかかりますから、来年の秋、9月とか10月ぐらいには、この QE3 で供給してきたお金が供給されなくなるという状態に戻ります。ですから、QE3 が始まる前の資金供給の量に戻ります。ただし、引き続きお金はね、供給し続けるというふうに言ってますので、これは市場が思ってたよりも、まあ、ある意味、緩やかな資金の絞り方だなと。 という判断に今回実はつながったわけですね、えー。次のチャートを見ていただきましょう。これがですね、えー、アメリカの上がダウの平均株価ですね、えー、それからアメリカの雇用統計の失業率の数字が出てます。えー、これは直近の2012年8月からですけれども、えー、今7、7%まで下がってきました。でこの数字はさっき言いましたように 働くく意思をなくした人が含ままれてません逆にと労働参加率というその数字が下がってきちゃってるので、えー、この数字だけを見てるわけじゃないんですけれども、まずこの6.5%というのを目指しますというふうに言ってきて、それが確実に今、低下しているので、まあ、今回、量的緩和の縮小を具体的にアクションとして決定しましたという形になりますね。 でちょっとこれ細かい資料、文字になりますけど、前回発表された内容と、今回発表された内容が、具体的にどういうふうに変わってきているのか、これを実は市場は血眼になって出た瞬間に、これは英文で出ますからね、もちろん英語で見るんですけど、大、え、体、ーまあ、いい翌日にはこういった形で日本語で、ねえー、提供されてきます。えー、これは私が訳したわけじゃなくてある投資銀行の えー、調査部門が、ね、いち早く提供してくれたものを、えー、お断りして、利用させていただいてますけど、えー、これはですね、えー、明らかにその彼らが注目して見ていたアメリカの景気の環境が、雇用統計、その失業率という部分と、まあ、インフレという部分に関して言うとです、ね、まあ、いい方向に進んでいるということを正式に認めたと。 言言わわれるような言い回しにだんだん文章が変わって,きてますで例えばですね、えー、このパラグラフの、ちょっと細かいんですけども、えー、上の方で言いますと、えー、10月に発表されたものはですね、えー、経済活動が緩やかなペースで拡大し続けたことを示唆している、まあ、こういう文言ですね。 それが今回発表されたものは、えー、経済活動が緩やかなペースで拡大していることを示している。何がどうと違うんだって話なんですけど、要は、しているというふうに、もう認めちゃってるわけです。前よりも一段と踏み込んだ表現だと。本当にそうなんですかって話なんですけど、実はこの文章のニュアンスからはそういうふうに読み取れるということなんですね。でそれを踏まえて ちょっと飛ばしますね次のページの、えー、ここに書いてありますが、最大雇用および労働市場状況の見通しの改善に向けた累積的な進展を踏まえ、ね、実際にもう累積的な進展をしたというふうに言っています。委員会は資産買い取りペースを小幅に縮小することを決定しました。これはもう決定的な文言ですね、先月まではなかったものです。 1>, で1月以降、具体的にその金額について触れています。委員会は、エージェンシー・モーゲージ担保証券の保有を毎月400億ドルではなく、毎月350億ドル、ここで50億減らしますよと、それから中,期、えー、中長期米国債の保有を毎月、今までの450億ドルだったのがそうじゃなくて、毎月 400, ドル億,400億ドル、えー、追加していきますと。 いう表現に変えてますしたがって、まずここで合計850億ドルの追加供給をしてきたのを、750億ドルの供給に変えますよというふうに言ってます。ここでは、まず量は100億ドル減りましたが、追加供給は引き続き続けますよと言ってるわけですね。これ、非常に大事なところです。で、このステートメントには書いてないんですけど、その後の記者会見で、 バーナンキー議長は、えー、モデレートなペースで、したがって、おそらく今回と同じくらいのペースで、えー、経済指標を確認しながら、資金供給量を緩やかに減らしていきますという言い方をしています。したがって、おそらく、えー、自然に解釈すればね、毎月の供給量が、今回、1月は750、2月が650、3月が例えば550。 場合によって、その景気指標が曖昧なときは様子を見るで、またさらに100億減らすっていう形で、もともと来年の半ばぐらいまでにこれを終了させると言ってたのが、明らかに年後半までずれ込みますというふうに FRB の議長が言ってます。したがって、ペースとしては大体100億ドルずつの減額で資金供給をこれからも続けますというステートメントですね。で、市場がちょっとまあ気にしてたのは、 資金供給を一気に絞られちゃうとです、ね、やっぱりパニックが起こっちゃうで、これで痛い目にあったのが今年の5月です、皆さんも覚えていらっしゃると思うんですが、日経平均株価もあの時ね、1万6000円の手前までいって、一気に1万2000円台まで調整が入りました、この引き金になったのが、このバーナンキさんがですね、えー、景気の指標の改善度合いによっては、資金の供給を絞りますよってことを、あの時初めて公の場で言ったんです。 これで市場は慌てちゃいまして、びっくりしちゃいまして、いや、これは金融引き締めかと、いずれ金利が上がるのかと、まあ、そこまでね、先読みして、えー、世界中の株価が調整をして、特に新興国市場、えー、こういったところの為替とか株価が大きく調整しました。で先ほど見ていただいたあのチャートを思い起こしていただきたいんですが、もともと1兆ドルだった資産が、4兆ドル4倍に膨らみました。 その4倍の膨らむ対価としてお金を市場に供給してきたわけですね。このお金って一体どこいったんですかで中央銀行が市場にお金を供給した。で、このお金は、さっき言いましたように、銀行から証券、債券を買い取って、銀行にまず一時的には行くわけです。で、銀行は本来であれば、えー、例えば企業に貸し付けをしたりですね、いろんなそのお金を使わなきゃ いけないわけですけども、えー、貸し付けは確かに多少伸びました、それから不動産市況が回復してきてますから、住宅ローンの伸びも最近少しずつ出てきてます、したがって、そういったお金が、えー、供給されたお金がそういう部分にも、貸し出しの伸びにもつながっているわけですけども、えー、一番大きいのはやっぱり新興国とか、アメリカの株式市場とか、そういったところにね、お金が流れていったわけですね。ですから 追加的に供給されたお金が全部、そのえー、国内だけではなく、海外の、特に新興国あたりの不動産や株や、えーまあ、そのかあの債券とかね、そういったものに投資として回っていったわけですけど、これが供給されなくなるってことになるとですね、いよいよそういったものを支えてきたお金が続かなくなりますから、 いや、これはもう、早く利益を確定して逃げなきゃいけないと、まあ、こういう心理が働いたわけです。で、この5月に、そういう馬ナギさんにとってみたら、非常に痛い思いをしてます。こんなに市場反応するのかと、おそらく彼らが想定していた以上にマーケットは反応してしまったわけですね。ですから、今回は実はもう本当、お見事、もうさすがっていう感じの、僕は正直そんな印象を受けました。もう用意周到に 市場に対して小出しにね、アナウンスメントをして、もうやるんだよ、やるんだよと。で、こういう数字を私たちは見てますよ。で、こういう数字が具体的にこういう状態になったら、アクション取りますよということを、本当に小出しにずっと言い続けてきたそれを今回やって、市場にとってのサプライズ、びっくりは、1、3月にやるだろうと思ってたのが早かったで。これでびっくりしたのは確かなんですけども、中身を見ると、 市場が恐れていたほど、過激なスピードで調整するわけじゃないと、むしろ緩やかに非常に市場に対して気を遣ってくれてるなというところを評価している、まあ、そんな印象がありますね。したがって、えーまあ、比較的長期にわたって、当面、この株式市場、世界の金融市場はまあ安定した推移をしていくんだろうなという印象があります。 通常、このクリスマスシーズンになりますと、えー、なかなかですね、為替が、えーまあ、プレーヤーがどんどん減りますから、為替レートが動かなくなったりするんですけども、まあ、一気にですね、えー、今年はこういう FMC が注目されてましたので、えー、動きが出てきております。意外とそのプレイヤーで休みを取っている人が少ないんですね、今年は。ですから、まだ年末まで1週間ありますから、来週は意外と動くかもしれませんね。 えー、この辺についてはですね、えー、ちょっとあの休憩を挟みまして、また後半お話をしていきたいと思います。この動きを踏まえて日本の株価とか、えー、来年の展望についても簡単に触れてみたいと思います。それではしばらく休憩させていただきます。 はいえー、それでは後半の方にま,まいりたいと思います、えーまあ。アメリカの雇用統計とか、FOMC のお話を、ね、してまいりました。それで、えー、確実に言えることは、今回の FOMC、まあ、アメリカの FRB はです、ね、アメリカの景気回復がいよいよ、えー、確実なものになってきたということを、まあ、正式に認めたということでもあるわけですね。その資金供給をを減らすとといいうう決定をしたということは 今減らしても、おそらく景気の故障例がすることはないだろうと。まあ、それくらいその景気のいろんな数字を見ていると、アメリカが少しずつ良くなってきたことを、まあ、中央銀行としてまあ評価したというふうに理解していただいたらいいと思います。ところが、まあ、先行きに関してはいくつか心配なこともあります。でこれに関しては、彼らは具体的にやっぱり言ってるわけですね。さっき言いましたように、失業率が表面上回復しても、まあ、改善しても、 労働参加率が落ちている現状では、この6.5%っていう数字に、えー、あんまりその固執しません。むしろ、それを下回る水準がちゃんと長く続くっていう確信を持たなきゃいけない。これが一つ。だから一番やっぱり、これ、世界中の中央銀行の人が今懸念しているのは、デフレ圧力っていうものなんですね。デフレっていうのは、ものの価値に対してお金の価値が強くなっていく状態ですけれども、えー、物価が下がり続ける、えー。なかなか物価が上がってこない。 まさに戦後の戦後じゃない、ここ20年ぐらいの日本っていうのは、そういう動きだったわけですけども、えー、アメリカはね、だいたい昔2、2%から3%ぐらいが平均的なインフレ率だったわけです。ところが最近、なかなかですねこのインフレの数字、発症した物価っても上がってこない、これに関して非常に中央銀行は気にしてます。ですから もう一つ具体的なレベルとして、失業率が6.5%、それからインフレ率が2%を安定的に超えてくる、でえー、具体的には0.5%ですから、2.5%を超えてきた状態で、初めて金利を動かすよと、あるいは引き締めに転じますよと、それまでは基本的には緩和策を継続しますよと。 いうののが今回のポイントになりますでちょっとそれに関連する数字を見ていただこうと思うんですが、まあ、ちょっとね、画面ではなかなかちょっと見づらいかもしれませんけども、えー、一番上に、G、GDP っていうね、その経済の成長率を示す GDP の数字がありますで。これは実はですね、昨日夜発表になった数字があります。アメリカの6月から9月の3ヶ月間の GDP の数字。 これがなんと確定値なんですけれども、4.1%。ね、前回の改定値は3.6%だったんですけど、それをさらに上回る強い数字が出ました。で、前回は、えー、改定値の時点でも数字は強いぞって言われたんですけども、中身を見たら在庫が増えてたり、あんまり個人消費が伸びてなかったりということで、うん、なんか表面の数字ほど強くないなっていう評価だったんですが、まあ、今回の最終の確定値を見ますと、 非常に強い数字という評価が定着しております。実はこれを受けてね、最終的に週末の株価がまた戻したということもあるんですけれども、アメリカは確実に4.1%という、ね、非常に高いその経済成長率を今、達成してきましたし、その個人消費も非常に堅調だというのが今回の数字から読み取れます。ところが、 えーまあ、下から、一番下でもいいですね、えー、コアのデフレーター、これがまあインフレ率を示すものなんですが、2%を超えてくる兆候がなかなか出てこないんですね、えー、下から2段目の数字あたり見ていただくと、今ですとね、0.9から1%ですから、非常にインフレの状態が弱いんです。これをなんとか2%以上に持っていきたいというふうに、中央銀行としては思ってるんですが、 なかなかここが進んでこない、ですからこれが改善してくるまでは金利は上がらないですし、金融政策は緩和状態を維持するということが言えると思います。で、えー、これはですね、FOMC のメンバーがどんなふうにこれから予測しているかということで、えー、適切な引き締め時期の見通しというのがありますね。でこれが えーまあ、3つの色に分かれてるんですけども、えー、青色、ブルーの一番鮮やかなブルーがです、ね、今回の政策決定委員会で、えー、メンバーが予測した数字ですで、その前が9月と6月になるわけですけども、明らかにここで見ていただきたいのは、えー、金融引き締めの時期、えー、今年やったらいいよって言ってた人はゼロになっちゃったわけですね。 で2014年、要は来年上げたらいいんじゃないのっていう人が、6月、9月の時点で3人いたのが2人に減りました。で、2015年が妥当だよと言ってる人が、6月は14人いたのが、前回から12人に減って、今回も12人です。ところが、2016年だっていう人が3人に増えてきたわけです。 ですから、非常にアメリカの景気は間違いなく改善してきたよというふうに評価はしつつも、これから先どうなるかに関しては、非常に慎重な見方をしている人が増えているということも言えます。まあ、こういったことも総合的に評価して、比較的アメリカの金融緩和政策というのは、まだ長期続くぞというのが市場の評価につながって、株高、ドル高というものにつながってきていると思います。えー、じゃあ、 こういったことを踏まえて、日本はどうなのかということなんですけれども、えー、日本の黒田日銀総裁もですね、来年以降の景気、あの金融緩和に関しては、無期限で引き続き金融緩和を続けるというふうに明言してます。で、今、黒田さんが一番懸念しているのは、4月の消費増税に伴う、えー、その景気の失速ですね。 これはある程度も織り込んでいますけれども、これを非常に懸念してます。その懸念してるってことも市場に対して伝えてます。ところが、日銀としては景気の腰折れを許すわけにはいかないわけですね。じゃあ、なんかしなきゃいけない。したがって、この4月に景気が悪くなるということを見越して、追加緩和策を日銀が取るんではないかというふうに言われてるわけです。 チャートで見ていただいたただようにアメリカの FRB がやってきたことと同じようなことをやろうとしているわけです。しかもはるかに大きな規模で、ね、金額は実は絶対額はアメリカに及びませんよ。ねえー、750億ドルっていうと、まあ、8兆円強ですから、えー、今、日銀が市場から買い上げている国債の金額は7兆円ですね、毎月。ですから、絶対額はまだアメリカの方が大きいんですけど、 さっき言いました GDP との対比でいうと、ね、GDP が500兆円の国の経済規模の国の7兆円と、経済規模が1600兆円の国の,800ああの8兆円ではない、全然やっぱり規模感が違います。いかに、ね、日本の,その金融緩和策が、資金供給量が大きいかと、実はこういう比較からも分かるわけです。 本当に異次元という言葉がぴったり当てはまる、今までに例のない緩和策を今、日本は取っているわけです。で、先ほどもご覧いただきましたようにね、その間、株価どうなりました、ね、どんどん上がっていったわけですね。これだけの資金供給を繰り返して、株価を押し上げてきた。おそらく、えー、日本の株価というのはですね、 来年、ほとんどの方が思っている以上に、えー、上がっていくことになると思います。景気が悪くなろうが、何しようが、株価は下がらない、まあ、一時的にもちろん調整はありますよ、えー。ただ、今年つ付けた1万2000円を割ったりですね、これは外部環境でよほどのことがない限りは、基本的に株価はあのー、乱高下をするかもしれませんけれども、基調強いというふうに思います。 これはやはり日銀の黒田さんの金融緩和政策が引き続き継続されていく、でアメリカの景気が回復傾向を維持していく、まあ、そういう中で、先進国を中心とした株式にお金が回ってくると、新興国に今までばらまかれたお金が先進国に戻ってくる大きく言うと、こんな流れになってくるんじゃないかなというふうに私自身は思っております。 もちろん、新興国の中でもです、ね、経済基盤がしっかりしている国に関しては、今、えー、今年大きく調整しましたので、えー、十分な回復は期待されますが、戻りきらない国、あるいはさらに混乱を招く国、えー、こういったものが、明暗が、ね、はっきり新興国の国の中でも分かれてくると思います。この辺の詳しいお話は、ちょっと次回お話ししたいと思ってますが、基調としては、 引き続き先進国外、新興国売りというトレンドがより明確化してくる、それから日本においては株式買い債券売り、こういった動きがですねより鮮明になってくる、もちろん日銀が7兆円単位で、ね、国債を買いますし、追加緩和ということでその買い取る量を増やすかもしれませんから、そう簡単に金利は上がらないかもしれません。しかし、新しいお金がどこに行くかというと、 債券にどんどん新しいお金が流れてきた今までの構造とは違ってです、ね、株式にやっぱりお金は一定量入り続けていくと、それから、えー、皆さんもご存じのとおり、NISA というものが、ねえー、来年から始まります、これは個人に、えーまあ、ターゲットを絞った一つの投資促進策ですよね、税制の優遇をつくって、どんどんその株式を中心とした市場性リスクを 預金からどんどん振り返っていこうという国を挙げたこれ、政策の一つです。それから新しいインデックス、これが来年から設定されますので、こういったものに対して連動する投資信託の設定なんかも増えてまいりますから、どんどんその株式市場にお金が流れていく、そういった下地はだんだん揃ってきてます。もう1つ年金基金金基ののお金がですねやはりその第三者委員会からの答申で えー、債券の抱えているリスクが非常に高いと、できるだけそのもうちょっと分散、えー、株式の比重を高めたらどうかという答申が出てますので、えー、彼らが具体的に動いてくると、4月以降です、ねえー、本格的なお金が、機、え、関、ー、投資家のお金がです、ね、日本の株式市場に流れてくる今年1年間は日本人は売り越しです、ね、日本全体としては日本人は全部売ってきました。 ニーサ a というか、税制改正の、ねよあのー、理由もあります。今年実現した利益は10%の課税で済むんですけれども、来年実現した利益は20%税金かかりますから、まあ、利益が出てる人は今年中に売っちゃおうということも当然ありますよね。したがって今年は基幹投資家個人含めて、日本人は基本的には売り越しです、買った量より売った量の方がはるかに大きかった。 じゃあ誰が買ったのかというと、外人が買ってきたわけですね。ですから、えー、主役が、えー、外人中心になったわけですけれども、来年はいよいよ日本人がです、ね、個人、機関投資家合わせて、揃い踏みで、えー、日本の株式市場に参入してくる公算が非常に大きいというふうに見ています。 日本の株価というのは来年は通年で非常に強含みで推移していくんではなかろうかと、一つには円安というトレンドもあります。で、これはあの今日具体的なそのレベルについての明言の詳しい説明は避けますけれども、私自身の来年の一つの目ドとして、日経平均株価でいうと2万2千円ぐらいですね、それから為替レートでいうと120円と。 といいううのののが来年の一つの目標ににななっっててくるかなというふうに思っております本当にそんなにいくんですかということになると思いますけども、えー、これはねあの、頭で考えるほどあの市場の動きっていうのはそう、えー、説明がつくものではないんですね。全部が理屈で成り立つわけじゃない。やはりお金の流れっていう大きなそのトレンドを考えたときに、それぐらいのことが起きてもおかしくない環境が、 外掘り外枠が埋まってきているというふうに思います。一つだけね、例を申し上げておきましょう。えー、日本の株価が初めて1万円をつけたのが、1986年です。1986年と言いいますと、えー、プラザ合意が1985年になりましたよね。私が社会人になったのが1985年ですけれども、その翌年に初めて日経平均株価が1万円超えたんですね。 じゃあ日経平均株価が今まで一番高かったのはいつですか。ね、バブルの最後の年、1989年に3万、えー、8900円という値段をつけてます、ね。4倍ですよ、さっきも4倍って数字出ましたけど、たった3年間で株価4倍になったんです、日本。ね、で、今年一1万円超えてきたんですね。で、えー、3年間選挙がない、まあ、いろんな要因があります。 で意図的に異次元の金融緩和をやって、資金を大量に供給している、これもまさにバブルを意図的に起こそうとしているわけですけれども、まさに80年代後半の動きと非常に似たような環境が整いつつあります。繰り返しになりますが、当時は今よりもはるかに少ない資金量で株価が4倍になっています、ねえー。来年は、私はまあ確実に2万円を超えてくるし、この相場は最終的には3万円を超えてくると。 いう,ふうに一応申し上げておきますただ、これはです、ね、もちろん外部環境もありますし、えー、いろんなその実態の景気を反映したら、こんな株価には絶対なりません、おそらく4月以降、景気は悪くなりますし、円安が進行することによって、日本の経済にとっては必ずしもプラスではない、むしろマイナスの部分が顕在化してくるのが来年です。ですから、どんどん実態経済、景気は良くない、ね、給料はそんな伸びないのに、株価だけ上がっていくと。 いうことが現実のものもになってくるこれが我々にとっては実は非常に大きなリスクでもありますし、えー、格差が拡大していく、えー、これがアベノミクスの一つの弊害の具体的な事象になってくるというふうに思います。来年はそういう意味ではですね、えー、まあいろんなその乱高下は繰り返すと思うんですけども、えー、市場の特性として、ね、あの動き出したお金というのは一気に動きますから、 えー、そういうことで2万円を超えてくる、まあ、そういったこともちょっと視野に入れつつですね、えー、いろんな資産の配分ですとか、えー、いろんな商品の選択なんかの際にですね、頭の片隅に置いといていただければというふうに思います。あとぜひですね、毎年1月1日にいろんな新聞に発表されます、えー、著名なエコノミストの予測、えー、それから、えー、日本の名だたる有名企業の 社長さん方のこ、ねえー、今年の予測の為替のレートだったり、株価っていうのをぜひ見といてください。ほとんど、えーまあ、引け値、ね、プラスマイナス5%ぐらいの水準で、どちらかというと、強めに予測される方がまあ8割以上でしょうね、えー、円安傾向、株高傾向と、<laughs> まあ期待も込めてというコメントがほとんど並ぶはずです。でごくごく稀に えー、大半の方とかなりかけ離れた、ねえー、予測をされる方がいらっしゃいます、ぜひそういう方々の、えー、マジョリティとは違う意見を持っている人の,、えー、そのコメントをぜひ見といてください、これが非常に我々が今後、シナリオを変えていく上で、非常に大きな参考になりますでおそそらくく現時点でで2 2000 120万2円だとか120円って言っている人ははんななに多くないはずです。 しかし、大きな方向性としては、えー、そういうレベルに向かって、来年は1年かけて動いていくんではないかというのが、まあ、今の私の感覚でございます。<laughs> あとですね、ちょっと気持ち悪いのは中国。えー、ここは株価が今、ずっと下がってきてるんですね、ずるずると。で、今回の FOMC の政策の返還を受けて、株価がやっぱりまた下がってきてると。 これはやはり新興国市場にとって、全体にとってですね、あんまりいい兆候ではありません、これを受けて、オーストラリアドルも大幅に下落してるわけですね、タイドルで、でオーストラリアドルの,その、まあ、通貨の番人である、中央銀行の総裁もまだ強いって言ってますから、まあ、おそらく資源国通貨、えー、あるいは資源国の株式、こういったものは来年も引き続きちょっと厳しい環境になるかなというふうに思います。 ただ、もちろん国によってはね、しっかりと、えー、その長期化する金融緩和政策を交換して、えーまあ、レベルを、水準をあの持ち直してくる国も当然あると思いますけれども、大きな方向感でいうと、やはり新興国売り、先進国外ということで、まあ、ドルに、アメリカにお金が戻っていく、それが加速する年と同時に、日本の株式、いよいよ 日本人、日本の投資家が本格的に動き出す都市という位置づけになるのかなというふうに思っております。えー、まあ今日はまた1時間弱ですね、えー、かなり固いお話をしてまいりましたが、えー、あと1週間ぐらいですね、市場取引続きます。えー、いい形で、えー、推移していただいて、来年は馬年ですね、都としてはで。このアノマリーというのがありまして、 えー、12市、12以降、そのえとがあるわけですけども、過去60年で見れば、5回ぐらい、そういうサイクルがあるわけですが、えー、ぜひちょっとインターネットなんかで調べてみてください。今まで日本の株価で、一番あの、まあ、上昇率が高かった年はいつか、えー、下落した率が高かったのはいつか、こういうのもね、調べてみると非常に面白いと思います。あの別に必ずそうななるわけけじゃないんですけども傾向として エネルギーはそういうい確率が強いというのはなぜか出てきますんで、で馬年というのはなんとなくイメージ湧きますでしょうか、えーまあ、一番強かったのはね、た年なんですね、えー、これはまさに天に昇る竜ということで、株価も実は本当に、えー、今までの統計で見ますと、辰年の株価の上昇率が一番高い、うさぎというのは飛び跳ねるんですけど、落ちるんですね。 じゃあ馬はどうでしょうかということで、皆さんのイメージをぜひ膨らませていただいて、来年の株価の予測なんかをしていただくのも楽しい年末の過ごし方になるんじゃないかなと思います。来年はですね、1月、また、またこのパート2の中身もですね、少し新たにしまして、もう少しあの細分化してですね、より分かりやすいその市場解説と、 えー、ゲストもお招きした上で楽しい番組にしてまいりたいと思っておりますので、えー、引き続き来年もご支援よろしくお願いいたします、えー、本年は、えーまあ、パート1パート2両方にわたりまして、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました、えー、皆様におかれましては、えー、どうぞよいお年をお迎えください、えー、毎日寒くなってまいりました世界中異常気象ですね1十二年ぶりの112年ぶりかエジプトに雪が積もったり ね、本当に今年の冬は厳しい寒さが予想されておりますけどもお体に十分留意されて楽しいクリスマスシーズンそれから良いお年をお迎えくださいそれではこのあたりで今回は失礼いたしますお待ちください